KPJ コレクターズグッズに新アイテム到着。風道ピクチャーズジャパンプレゼンス、風道オリジナル T シャツ堂々完成。バックプリントは風をイメージしたクールなデザイン。もちろん風道完全監修によるものである。上部にはまさに風道の名にふさわしい To the Window Blowing Road の文字がこの主張を引き立てる。正面プリントにはトップでありながらも KPJ ファミリーの一員である証を刻印する。カラーバリエーションは全4色、ホワイト&ネイビー、ブラック、ホワイト&レッド、そしてグレー。ここに予約を。サイズ選びは慎重にね。この風の向こうに何が見えるか。こんにちは、風道でございます。今回の動画なんですけども、まあこの KPJ は昔からいろいろ多種多様なね、このオフィシャルグッズをリリースしてきたじゃないですか。まあステッカーに始まり、 KPJ パーカー、まあ、あとはグラス、あとはマスク、キーホルダーってね、まあリリースしてきたんですけど、今回ね、まあ今これ着てんのがそうなんですけど、出来たてほやほや KPJ 風道 T シャツでございます。まあこんな感じでね。で、実はね、これリリースするように作ったんじゃなくてね、まあ俺バイク乗るじゃないですか。なんでね、この夏自分がバイク乗るときにね、なんかオリジナルの T シャツ1枚着て走りたいなってのがあって、まあ制作に入ってて。で、最近こう出してる動画でね、まあちょいちょい着てたりするんで、気づいた方結構いたらしくてね、それ欲しいんですけどとかね、それ売らないんですかっていうね、声が思ってたよりね、多かったんで、じゃあ、もうこのままで良ければね、まあ今からこれまたデザインを変えるのもちょっと大変なんで、このままで良ければ、販売しましょうかということで、まあ今回に関しては、完全受注生産という形でね、販売させていただきたいなと思って動画の方を撮っております。でね、これまあ、あくまで自分が着る用で作ったんでね、ここに風道って入ってたり、あと後ろにね、インタラスティングエンターテイナー&ユーチューバーとかね、入ってたりするんでね、まあこのまんまで良ければ、まあ、着ててもね、別に違和感ないと思うんですよ。で、結構前回の KPJ パーカーは、すごいロックな感じに仕上げたんですけど、今回はね、ポップな感じに仕上げたんですね。まあこの辺の色使いとかね、書体とかも結構ね、ポップに着れるようにね、爽やかな感じで、作ってみました。まああとはね、まあ風道にちなんでね、その、羽とかね、その風とかをイメージして、デザイン。しました。でね、まあいつもそうなんですけどね、俺ぐらいの規模だとさ、どうしても単価が高くなりがちなんですよ。でこれもね、本当は2000ぐらいでね、売れるのが本当は一番いいんでしょうけど、本当は100枚300枚500枚単位でね、まとめて注文すると単価がガンと落ちるんで、それぐらいで売れるんですけど、どうしても俺ぐらいの規模だとね、10枚単位じゃないですか。10枚20枚とかになるとね、どうしても単価が高くなってしまうんで、もうこれはね、いた仕方ないっていうところなんですけど、まあ、今回に関しては、もう本当に販売目的で作ったんじゃないんでね、本当に原価で、まあ、それでもね、原価で3200円ぐらいするんですよ。で、そっから例えば、皆様に配送をね、今回消費税と、なんだ、送料込みに
しようと思ってるんで、まあ普通郵便で送ってもやっぱり300円か500円ぐらいするんでね。うん。まあ値段設定的には3500円ぐらいで、うん、下手したらね、ちょっと赤字出るかなっていう感じもするんですけど、まあそんな感じで、それでも欲しいよっていう人はね、ぜひコメント欄に欲しいですってね、コメントをいただけたり、あとは概要欄にね、まあ前回も確かそれやったと思うんですけどね、違うサイトのブースっていうサイトがあってね、まあそこを登録してもらうとそこでのやり取りができるんで、お互いね、こう、匿名とかね、住所がわかんないような状態で送れるだったと思うんで、まあそれを利用してもらうとか、まああとは前回ね、まあいろいろグッズとか買ってくれてる方はね、言ってくれれば、データが残ってるんでね、うん、オフィシャルグッズ係のデータベースに入ってると思うんで、前回これ買ったんだけど、ね、教えてくれれば、またね、住所とかはそこから引っ張って送れると思うんで、ぜひね、コメント欄で購入希望の方は一言いただければ、じゃあどういう販売方法にしようかっていうのをね、詰めていけると思うんでね、ぜひそんな感じでコメントをいただきたいなと思います。まあ、ツイッターはね、俺、基本的にね、あんまりツイッターを開かない人なんで、ツイッターでやり取りっていうのもあれなんですけど、もし希望な方がいればね、まあまあ、それはそれでまたご相談に乗って、やり取りしたいなと思ってます。まあ一番いいのはね、そのブースを使うか、もしくは、まあ直接のやり取りがね、本当は一番手っ取り早いんでね、そっちの方がいいですけど、まあ私個人的には、ね。うん。まああとは、うん。まあメルカリの出品とかでもいいですよね。あれも匿名なんでね、うん。メルカリで買いたいですみたいな人がいればね、まあいろんな案をいただければ、柔軟に対応していきたいと思うんでね、ぜひ皆様、こぞってね、ご購入いただければと思います。で、最近ね、まあ、今後の活動の話になりますけどね、最近ほら、ライブ配信とかあんまりね、滞ってますけど、またね、徐々に体調を整えつつ、ライブ配信なんかもまたね、やっていけたらいいなと思っておりますのでね、また次何かしらの動画でお会いしたいなと思っております。てなわけでね、皆様、ふるってご購入くださいませ。てなわけで、かずみちでございました。またお会いしましょう。バイバイ。